東京大阪間およそ7時間片道で。遠かったんだな大阪。はい。それが新幹線ができたことによっておよそ4時間。今は2時間半ですから、もっとここからさらに短くなってますけど、でも3時間も短くなったってのは本当に超特急だったわけですね。